大西郷は、阿波国三吉郡に存在した里である。三吉郡の西端に位置しているため、大西里と呼ばれた。南北朝時代の頃に存在したと思われる。現在では、三吉市の池田町佐の池田町馬寺、池田町白寺、山城町になっている。大西郷は、四国中央部における大西勢の発祥地である。 大勢座と本拠地にしていた有力者が大勢へと、勢を改め、200年ほどの間に、伊予国馬軍、佐抜国豊田軍、土佐国長岡軍へと勢力を拡大して、勢力下にあった地域では全勢を施した。長祖壁市の四国統一によって、大勢一族が滅亡した後、大西市の勢力下にあった各地で、大西市を祀る大勢神社ができただけでなく、 途絶えたはずの体制性を名乗る者も,も少なくなかった。当時は滅亡した名家と血縁関係があるように偽ることで、自らの家柄をよく見せる者がおり、庶民に評判の良かった大西氏がこれにちょうど良かったからではないかと考えられる。このため、三好軍と隣接軍にある大西家の家系図を収集して比較すると相違点が数多く存在する。現在、三好軍、 三好市と香川県において一番多い姓は大西である。かつて大西里に属していた地域は合併を重ねて現在は三好市に属している。ありがとうございます。